神宮、鎮宮とは、五冠末期の人物。神宮、鎮宮県安三年十二月二十四日、旧九十九年二月七日は、中国五冠時代末期の武将。字は、後代、遠州東軍東部美県、現在の三島省領城市、県の人。勇敢で、信念を曲げない人柄であり、地元の顔役として若い頃から、 天下の英雄や巧妙な学者たちと交友を結んで、自分を高めた。天下が動乱の時代に入ると、まず曹操に仕えた。初平成三年、192年、遠州志士の劉体が、黄金軍に敗れて戦死すると、覇王の豪のために遠州を三家に収めるよう曹操に進言した。曹操の同意を得た、神軍は、先行して演州におき、別和や、 地中などを説得して回った。この結果、西北の愛方神羅が、鎮宮の意見に賛同したため、曹操を演州牧に迎えることができた。公平元年、194年、曹操は助州の統計を攻撃すると、鎮宮に当軍の守備を委ねた。しかし、曹操軍の大部分が演州を離れた隙を突き、鎮宮は曹操への反逆を目論んだ。は、 人流大衆の蝶幕、その弟の長長、十字中老の王会、共犯と共に反乱を計画して、両夫を名手として迎え入れた。なお、蝶幕の反乱の動機は、曹操が炎章と同盟して、自分を攻撃しようとしてるのではないか、という不安だったとされている。しかし、陳武本人の動機は曹操への疑いを抱いたと、あるのみで、詳細が不明である。 長馬倉が両府を迎え入れて、曹操に反乱を起こすと、遠州の軍権のほとんどが反乱側につき、曹操に味方したのは、城、藩、東亜だけであった。この三城は、純育、帝育、過去厚圧し、宗公、節康し、夏目白が守り抜いた。鎮宮は自ら軍を率いて、東亜を攻撃したが、帝育が倉帝津の私を断ち切ったので行軍が遅れた。 このために、東亜の防備が固まってしまい、攻撃が失敗した。後兵2年、195年、曹操は、遠州へ、再度戻り、旅婦軍の摂乱、李風を、大火屋で撃破し、これらをすべて切った。陳軍は旅婦に従い、東差しへ出撃して、曹操軍を攻撃したが、曹操軍の副兵にあって敗北した。その後も、旅婦軍は、 曹操軍の前に敗北を重ね、遂に、神宮も、呂布と共に、遠州から逃走し、女州の劉備を頼って落ち延びた。剣安元年、196年、呂布は劉備を駆逐して、助手を手に入れたが、間もなく敗下の将である、各萌えが反乱を起こした。この反乱は後順により鎮圧されたが、各萌えの下から寝返り起参した、創生が、反乱の黒幕は、 演術と鎮宮であると両夫に対し供述した。このため鎮宮は顔をあからめた。しかし結局両夫は鎮宮が大将であることを理由として、これを不問にした。検案3年、198年冬、曹操が北上まで攻め寄せてくると、鎮宮は両夫に対し直ちにこれを攻撃するよう、進言した。しかし旅、両夫は曹操軍が、 火火まで攻め寄せてくるのを待つとして、これを入れなかった。旅婦は火火まで、曹操軍が来たところで場外へ出撃したが、敗北して、清廉を捕虜にされてしまい、また、火火場内に追い込まれたため、曹操からの勧告もあって降伏しようとした。しかし、沈軍は、かつて曹操に反逆したという深い罪を負っている、ことを自覚していたため、旅婦の降伏を阻害した。検定春秋によれば、 神宮は両夫に対し、曹操に降伏するのは、石に向けて、卵を投げるようなものですなどと還元している。神宮は、局面を打開しようと両夫に検索するなどしたが、採用されることはなかった。同年末、両夫の縁石である、に続く、法政、宗賢らが反乱を起こし、神宮を捕獲して、曹操に寝返った。これにより両夫も、戦意を喪失し、曹操に降伏した。 曹操が面前に引き立てられた、神宮に、なぜこのようなことになったのかと問うと、神宮は両夫を指して、この男が私の言うことを聞かなかったために、こうなったのだと答えた。さらに曹操が、老母や子供はどうするつもりだと尋ねると、神宮は、天下を治める者は、人の親を殺したり、妻子を途絶えさせたりしないもの。母の生死は気候の支柱にあり、私にはないと言った。 このため曹操は涙ながらに形状に向かうチンを見送った。しかし、チンは振り向かなかったという。こうして、両夫、高順らと共に締め殺され、元の死において、晒し首にされた。曹操は彼の老母ら家族を引き取って交遇し、チンの娘も嫁ぐまで面倒を見た。小説、三国支援儀では、厨房権の兼霊として登場する。到宅暗殺に失敗し、 洛陽から逃げ出した曹操を捕まえている。しかし一度は捕らえるも曹操の志に感服し共に逃亡する。逃亡途中、二人は曹操と窮地の間柄である旅白者の家に立ち寄ったものの、旅白者の家族に捕らえられて殺されるのではと疑心暗鬼に駆られ旅白者の家族を殺害する。さらに家から逃げ出す途中、曹操はこの事情をまだ知らない旅者をも、 口封じのために殺害してしまう。そのあまりの身勝手さに呆れた、陳群は曹操が寝入った隙に暗殺しようと考えるが、思い止めま、一人で東軍へ去る。その後、陳群は東軍で十事を務め、女衆の東剣とも交流を持つ。曹操が父の仇を討つために、女衆に攻め込もうとすると、陳群は東剣のために曹操を監視しようとするが、 逆に罵しられて追われ、陳竜の蝶幕を頼る。そして、史実通りに蝶幕らと共に、旅婦を擁立し、遠州を曹操から奪う。旅婦が曹操に敗れて、助手の劉備の下に逃れると、これに追従していた、陳軍は、旅婦に進言して、劉備を駆逐し、旅婦を助手の支配者とさせる。さらに、陳群は、袁術が派遣した使者間種と結託し、 曹操らに対抗しようと図る。しかし、密かに、両夫の駆逐を狙う陳啓、陳昇不死に阻まれ、ダネは両夫により、曹操に引き渡され処刑されてしまう。その後も、陳啓不死に行動を妨害されたため、神宮は両夫に、陳死を尻ける、よう還元するが、入れられず探索する。曹操が助手へ進行してくると、陳昇の裏切りにより、両夫、神宮は、 火否に追い詰められる。曹操の勧告に応じて降伏しようとする旅夫を押し止め、新軍は弓矢で曹操の本陣さんを射抜く。さらに、企画の勢いを進言して曹操軍を破ろうとするが、旅夫の妻原子が泣いて旅夫を止めたため、実行を取りやめている。敗北後の形状での曹操とのやりとりは、史実とほぼ同様である。当時、地望の死として名声が高かった。 鎮宮であるが、曹操軍の巡遊は、下避城を包囲した際に、鎮宮は地望こそあるが、決断が遅いと評している。三国史旅府伝の中に引く、天略によれば、鎮宮は旅府のために策略を立てたが、旅府が、いつも鎮宮の策略に従わなかったとされる。その事例としては、下避老城戦の際のやりとりが挙げられる。鎮宮は、旅府が、城外に布陣し、 自らが城内に泊まった上で曹操の背後を攻撃し曹操が城を攻めたら旅婦に城外から救援させるよう検索したしかし旅婦の妻が曹操が鎮宮を我がこのように優遇していたのにそれでも鎮宮は裏切りましたとの胸を旅婦に述べたため旅婦は鎮宮の策を採用しなかったまた鎮宮は好順と深刻な不仲であった同じく ヒロ王城戦の際に、旅夫は、鎮宮とュ順に、火避城を守らせ、騎兵を率いて、曹操軍の領土を断とうとしたが、旅夫の妻が、鎮宮とュ順の不仲を指摘したため取りやめている。史実上の彼の行動には、不明な点が多く、各創作物では、地望にたけた作詞という人物像を、貴重とし、様々な、鎮宮像が描かれている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。